皆さん今週のサンケイワールドビューいかがだったでしょうか。返還50周年をですね迎える沖縄の、かつての歴史沖縄戦ですねについて、振り返る番組でした。番組の中でもお知らせしたように、5月にですね沖縄戦ので自決された、太田実中将、沖縄県民核戦いでの伝報で有名ですけども、そのご子息の、落合太房、元海将補も一緒に3日間沖縄を、巡ってもらいます。非常に楽しみなツアーだと思うんですけども、ここからはですねその沖縄にますます、ちょっと行きたくなってもらおういただこうかなということで、沖縄の、話題をテーマにアレックスと行きたいと思います。どうぞ。お疲れ様でございました。お疲れ様でした。いやもう本当ね、ようやく津賀がね、沖縄の方今年がね、沖縄は復帰50周年ということでね、始まるわけなんですけどもね、沖縄といえばねやっぱ健康食、食べ物がね、美味しいよ、ね、これは一番ミキさんが一番お好きな食べ物は何？私ね結構ゴーヤチャンプル好きで、苦さが、お麩入れたり結構食べますよ、家でも作って。ああ家で作って食べる、僕はチャンプルといえばね、僕好きなのがそうめんチャンプル。あ美味しい。美味しいのよ。ねえ。僕はあれは好きなの。そう。だからこれ今ね何でもかんでもこうバーッと混ぜるっていうのをね、チャンプルっていうふうに言うけど、あれやっぱりこう沖縄のね、食べ物のところからのまたね、その関係もあるんだろうなと思うけども、やっぱり健康食という意味ではね、もずくだとかね、もずくの天ぷら、海ぶどう、やっぱほらおじいとおばあ元気じゃない、沖縄って。沖縄、元気元気でいいですよね。昔の人ってね、やっぱり自然食をね、食べてね、それでねあるデータがあってね、日本国内の中で、豚の消費量とで、昆布だったかな、のなんか消費量が確かね、私の記憶ではね、これ沖縄がね確かねトップだったと思うんですよ。豚もね、体にいいんだよ本当に。ワイルドな料理がね。そう。テビチとかね。テビチとか。足そのまんまでちょっと最初怖かった。いや僕もね実はね食べれなかったの。それね、豚足ってやつね。そう。でね。リアルなんだ。リアルなの。でその手びちというのをまあいいから食べてみろって言われて、ある今でもよく行く店があるんですよ。おいしいんだよ。あれ太んないの？コラーゲンの塊なんだあれ。あ、じゃあ美容にいいんだ。いやいやもう本当にいいの。あれコラーゲンの塊で、なんかね毛を抜いてね、でそれでこうどういうふうにしたの？すごいじゃん、手間暇かかる。手間暇がすごくかかっててね。これは美味しくてね、でお酒を飲んでもね、なかなかね二日酔いにちょっとなりにくいっていう、そういう感覚を僕はありますけど、この辺だから、個人差がありますかと、出てるのかもしれませんけど、本当手びちってね、こんな美味しいもんかと思ったの。へえ、あそう。これはね一回試してみる価値がありますよ。で、あとは僕は島らっきょう。あれは食べやすいですよね。これが島らっきょうね、かつお節をねこうまぶしてね、そこにちょっとお醤油かけてね、もう食べるとね、お酒が進むのよ。あそうだ、あれ関平さん好きなんだ、島らっきょう。そう、一回ね沖縄料理屋ね、渋谷で収録の後一緒に行って、これ中国ない山のように食べるよっていっぱい食べてた覚えてます。あれねおならが出るんだわ。ああ神経とおならブー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 出んのよ。あれも本当食べ過ぎるとねおならが出ますよ。まあ、新幹線で大変だったんじゃないかしら、関さん。それは大変です。大阪帰るまでねえ、本当ね、でも沖縄の料理っていうのはね、その
さっきの豚の話でね、アグーっていうあの島豚ってね、これもビタミンなんかすごい豊富でね、で、あのやっぱ県民の健康に一役も二役も買ってんじゃないかなと思いましたね。なるほど。じゃあ沖縄でさ、ディープな食べ物といえばヤギ汁どうですか？あのダメ。もうね、食べたことあるの？あのね、違うの、僕ね、いや食べないよ、食べないの、食べないの、無理だったの。それはね、何かってね、あのね、あれどこだったかな、あのものすごい匂い、きつい匂いがしたんだよ、で、あ、なんか料理屋だなと普通に思って、ほうで、そのこれがね、ヤギ汁っていう沖縄で、まあ沖縄で最もね、悪が強いって言ったかな、なんかこうきつい匂いのする食べ物で、これ一回挑戦してみますかって言われて、なんかその言葉で、あ、いや遠慮しておきます逃げたんです。ちょっと初めての人はひょっとしたら、内地から来られて初めての人はちょっとお腹壊すかもしれません、いやちょっとお腹壊すかもしれませんって、ちょっとでもだいぶお腹壊しても同じじゃない苦しむんで、いやそれはちょっと僕やめときますみたいな感じになって、まあでもまあ食わず嫌いなんですけどね、だいたい沖縄のものっていうのは何でも美味しいんだけれども、やっぱりこうそういう最後の難関コースですよね、あれは多分そうだと思う。何度か行ってもやっぱりちょっと、僕海蛇までは行きましたよ。え、食べたんですか？海蛇食べた。どうやって？いや、なんかあのフライになってた。いやいやいや、あのね、だって味噌汁じゃない、あのこのなんていうの、あの粗汁みたいな、粗汁みたいな感じでね、出てきて、で、あの食べて、だからもうぶつ切りになってんの？いや、ぶつ切りになって、あのぶつ切ってなんかね、鶏みたいな味がした感じ、感覚があるんだよね、でもまあもともとそのダマくらかして、これ食べてみって言われて、いやそれ食べた後にそれ、いや実はこれ海エビだとか、そういうこと言われなくて、海エビってこれは美味しいからね、食べてみって言われて、あの食べたんですよ、まあ野菜もいっぱい入ったんだけど、そんなね まずいと思わなかったですよ。そうなんだ、皮もついてんの？どうだったら、皮なかったと思うよ、皮ちょっとなかったと思うんだけど、美味しかった、なんか普通美味しかったっていうか、別にそのなんかそれ毛嫌いするようなあれでもないし、ヘビね、ヘビもう外国で僕ワニも食べたしね、あれも鶏肉みたいな味したもんな。ああそうなの、まずくはないんですか？あのね、その強烈にまずいとかっていう印象は全然なかった、へー、いろんなもん食べますよね。僕はでもね、やっぱり沖縄に行くとね、やっぱりなんて言ってもね、あの果物、あ、ねえ、美味しいね、美味しいな、パイナップル、本当にねえ、あのちぎりパイン、っていうのは、あのちぎって、あ、そう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 、ね、そう、ちょっとあのね、こう食べる、包丁なしでも食べれる、こうペッと剥きながらね、こう一個ずつこう剥いてね、だから保存もしやすいよね、あれラップでかけたらね、そうそうそう、ね、まああいうね、その果物を僕食べるのがもう本当大好き、最高だな、ただね、あのなかなかね、あの好みが分かれるのがね、あの沖縄そば、あのまあ、食べれなくはない、いやいや、あの僕は好きなんだよ、でね、沖縄そばが好きな僕、あのスープとかも大好きでね、で僕はいつもそこで沖縄そば食べるあるお店があってね、もうダントツ美味しいんだけどね、あの初めて食べる人はね、硬いって言うんだよね、へえ、結構あれさ、店によって差があるのかな、差があるんじゃないかな、あのスープも差があるよ、だしとね、あと肉のね、うまみがね、肉のうまみが、あれだから、唐辛子のつけた、唐辛子をつけた、なんだっけ、あの、お酒をこう、お酢みたいな、お酢みたいなやつをかけて、で、あの生姜を入れて、食べるの最高ですよ、ねえ、いいな、沖縄に行くと美味しいな、美味しいものがいっぱいありますよ、ツアー楽しみですね、いやもう本当ね、なんかまあいろんなね、まあ、ツアーでこう皆さんとね、美味しいものを食べたいなっていうか、まあね、確かに、この自然のね、
あの恵みっていうのが、まあ、本当にたくさんあるんで、これはね、ぜひともぜひともね、皆さんと一緒にね、味わってみたいなと思いますけど、ミキさんの一番嫌いな食べ物って何ですか？嫌いなもの？ヤギ汁、怖くてまだ食べれないですね、やっぱり。怖くて。怖いよ。いや、僕ね、あの、脅すからね、あれ黙ってたらね、あの、確かにこう、強い匂いがしてね、お店の外にね、いや、何も言われなかったらね、食べてみって言われたら僕やるかもしれないですよ。マジですか？あのダチョウの刺身とかも僕食べたことあるんだ、熊本で。おいしいの？味は覚えてない味は覚えてないのよ。いやー、ヤギだの、私はなんかイエメンで羊スープごちそうだって出されて、こんな蓋開けたら目があって頭丸ごと入ってて、すっごい匂いで、あの羊スープとヤギとなんかこうつながるものがあって、後ろずさりしちゃうんですよね。あの、その、 あの経験とかなんかそういうものがあると、本当にやっぱり、あの、嫌いだということよりもその思い出がトラウマか、あの、トラウマみたいになって食べれなくなるものっていうのは多分あると思うんだよね。そういう意味ではやっぱり匂いって大事、怖いですよね、合う合わないってね。いやー、もうそれはそう、ね。でも納豆好きなウクライナ人がいるってびっくりしますよね。納豆好きのもうグレンコさんが ね毎日食べてるって言うんだもんな本当にすごい、なんかなかなかね、ちょっとこう想像もできないですけどね。まあ僕はあの、まあ、その意味でね、まあ、この今度はちょっと沖縄のツアーにが始まったらね、美味しいものをちょっと皆さんとね食べたいなと思うし、まあ、夜なんかちょっと食べにね行きたいなと思ってますよ。やはりね、あの、翌日バスでずっと喋りっぱなしだから、島らっきょう食べ過ぎないようにしてください、ね、島らっきょう食べ島らっきょう大好きですから本当はい、はい、まあね、皆さんね、これからね、沖縄ね、本土復帰、50周年の記念のまたツアーね、あの、今回ちょっとね、残念ながらスケジュールの都合で大高美樹さんがね、ご参加できないという形になりますけども、まあ、私井上和彦はしっかりと案内させていただきますんで、どうぞね、皆さんよろしくお願いいたします。それではまた。